この先は死地だが勝機は必ずある。行くぞ7組特務課。はい、はい。彼女は無事だよ。今のところは。それよりリーン教官、お二人に挨拶をされては。来たかリーン・シュバルツァ、その教え子たちよ。招かれざる客だがホストとして歓迎させてもらおうか。この後に及んで挨拶は結構だ。それからやっぱりあなただったか。帝国学術院ルーグマン教授、いや姿勢の長にして黒の工房の統括者、黒のアルベリヒ。はじめましてと言うべきか。緋色の魔女や聖杯騎士から聞いたのかな。説明の手間が省けて助かるよ。こちらも忙しい身なのでね。どの口がですね。まず2つ聞かせてもらおう。大いなる黄昏とは何だ。そしてアルティナに何をするつもりだ。黄昏を一言で説明するのは難しい。だが帝国にかけられた巨大な呪いを解くものであると言えるだろう。いや完成させるというべきか。その呪いというのが大いなる一ですか。バリマールとも関係があるらしいが。呪いを完成させるってふざけるんじゃないわよ。1200年前に存在していた炎の至宝アークルージュに大地の至宝ロストゼウム。その総国の果てに生まれた鋼を知性と魔女は7つに分割して抑えた。しかし力はともかく呪いまでは抑えきれなかったのだ。そうして暗黒竜獅子戦役、14年前の百日戦役などは起きた。もちろん1年半前の内戦や皇帝が討たれたことも同じだ。暗黒竜やアッシュの異常はともかく、それぞれの事件に呪いなんていうものが介入する余地なんてあったのか。おかしいとは思わなかったのかね。いかに事情があったとして開戦の口実に自国民を虐殺するなど近代国家ではおよそありえない事件だ。露見した場合のコストにも見合わない。普通ならば理性が邪魔するはずなのだよ。黒幕は小貴族の召喚たち。彼らは個人としては特に邪悪でもなかったという。そうですな閣下。ああ、彼らは良くも悪くも平凡だった。四大名門の圧力や結社の使徒の入れ知恵もあったが、それだけでは説明できぬほどの愚行だ。取り調べで彼らは言っていた。魔が差した、自分が信じられないと。まさか。世や宰相の件にしてもハーメルの件にしても、この国では信じられぬ愚行が時に突発的に起きることがある。帝国の歴史は血と炎にまみれている。他のどの国よりもはるかにな。なるほど、そういうからくりですか。それじゃあもしかしてそれが大いなる一という存在の呪いだというのか。無論原因の全てではない。だが人や社会というシステムの作動において黒い種を植え付けるような何か、その具象化された極みを君たちも見ているのではないかな。もしかしてあれは14年前のハーメルの悲劇でアッシュに植え付けられた。正解だ。あれは我々が仕込んだものではない。いつか必ず事を起こすことを彼は運命づけられていたのだ。ちなみに取り除くことはおそらく女神にも不可能だろう。そんなバカバカしいとは思わぬか。そんなものに翻弄され続けるのは。だから私は逆にその呪いを利用することを考えた。大いなる一は兄弟だが分割されたため、この次元で及ぼす影響力は限定的だ。もしより練られた一つの鋼に進化させた形で戻せるのならば、世界を闘争の原理で染め上げ人をはるかな高みへと導くことも可能だろう。ああ、オズボーン宰相。怪物。バカな。これほどでしたか。それを導くのが大いなる黄昏。鍵となるのがアルティナとその黒い獣というわけか。そう、そこに横たわるのは黒の聖獣、大地の至宝を見守るために女神に使わされた存在だ。大いなる一を抑えるために知性と魔女に協力した二聖獣の一方、900年前に汚され呪いの大半を引き受け、己の存在を聖地ごと深淵に封じた存在、それを剣でほふることで大いなる一を真に完成させる黄昏が始まる。その剣を完成させることが計画を始めるための前提条件だった。戦術核と完全同期した人にして武具でもある存在、不死の聖獣をほふれる鬼神用の武装を錬成するための素体をね。彼女こそ74体目にして最終形、自らの命と引き換えに終末の剣へ昇華できる存在だ。バカな。それがミリアムたちが作られた。うん、なんかそうみたい。因果な話だぜ。ふざけるんじゃないわよ。殿下はそれを。予想の斜め上、いえ斜め下でしたね。どうしてそんなことができる。あなただって大切な家族がいるはずだろ。そんな非道なこと、どれだけあなたの娘が。それはかりそめの私だ。今の私は知性の長にして黒の工房の統括者、人としての性を捨て使命を受け継ぎ大いなる悲願を果たす存在、そして偉大なる主に仕えるしもべでしかない。そのために私はあらゆる技術を集め OZ にフィードバックし続けてきた。時にクロスベルの錬金術師からホムンクルスの技術を盗みながら、時に暗黒時代の魔導士どもに魔鋼兵の技術を与えて発展させながら、時に超一流の傭兵どもに武器を渡しその戦闘データを取り込み、時に結社の13工房に参画しエプスタインの皇帝にも取り入り、時に大陸最大の重工業メーカーラインフォルトの力を利用しながらと。様、お嬢様。キリがないな。ええ、おそらく儀式が続く限りは。お二方、義理は果たしたか。赤き翼か。果たして間に合うか。まあよい、今は任せよう。今こそ我らの使命を果たす時、いざ帝都空港へ行くぞ。イエスマイロード。ギリア・ソーズボーン、それがあなたの意志でもあり、強行するつもりなら全力で阻止させてもらう。そんなふざけた真似絶対に認められない。バンダールの剣と誇り、全てをかけてでも。遊戯版の最終局面、止めさせていただきます。面白い。あなたが出る必要はありません。間もなく赤も復活し、僕の準備も整います。ならば先に聖獣を目覚めさせるべきでしょう。彼らも前座くらいはこなせるはずです。それは確かに。主よ、いかがでしょう。好きにするがいい。御意。しまった。そうですね。7組総員迎撃開始。タイミングを見計らって切り札を使うぞ。イエスさん。僕の番だな。ありがとう。私の番ね。時の結界よ。僕の番だな。崩れた。続くね。行くぞ。ありがとう。私の番ね。よし。ありがとう。私の番ですね。青。はっ。未熟な。私の番ね。そこ。行くわよ。ありがとう。行くぞ。食うぞ。行くわよ。行くぞ。俺の番だな。せんビーバだ。みんな一気に決めるぞ。了解です。お任せください。私の番です。ようやく目覚めたか。ここからが本番。ああ、行くぞ。バリバール、お願い。私たちの機体もここへ。おう、有望来るともな。ミュゼちゃんも気をつけて。これが切り札か。この場の正義、お前たちに託させてもらう。って結界に激突するだけじゃないの。だからこその我らじゃ。まさに健康一滴ですね。エーテルライン、そんなのありですの。彼らに加護を。どうかお願い。任せた。全力をぶつけなさい。頑張れみんな。きっとやれるよ。お前たちならば。やっちゃえリンたち。みんなの、それとあるの。ええ、聖杯内の全員とつながったみたいです。それだけじゃない。これはかすかに脈を通じてアッシュもつながっているのか。これは悪あがきをでは見せてもらおうか。俺の番だな。そこだ。私の番ね。せい。僕の番だな。そこだ。もらった。私の番だな。はっ。行くぞ。崩れた。もらった。私の番ね。逃がさない。行くぞ。そこだ。さてとや僕の番だな。そこだ。そこだ。もらった。俺の番だな。せっ。なぜに。私の番ね。逃がさない。ファイヤー。チャンスいただけ。私の番ね。やあ。僕の番だな。そこだ。そこだ。もらった。はい。えっ、はい、そこだ。見ているな。このまま押し切るぞ。俺の番だな。よし、崩れた。もらった。さてと、やあ、何か来る。ビーム警戒するがいい。暗い。僕の番だな。そこだ。はっ、楽なインパルス。私の番ね。普通の武器では倒しきれないはずだ。動きは封じた。今のうちに拘束して。壊れているのか。だから言っただろう。そもそも女神の聖獣にゼムリアストーンの武器は通じない。唯一通じるとすれば、魂で錬成した終末の剣のみ。さあ、そのまま。なんだね、ゲオルグ。何？分かった。こちらに映像を送りたまえ。シェラ君は仕方ないとはいえ、なんとかミラーとも合流できればよかったんだが。少々遅れそうだが必ず駆けつける。それまで無茶はするなよ、オリビエ。仕方ないですよ。完全に足止めされてましたし。だがとんでもない代物が現れやがったな。着陸次第中に入るとしよう。その前に一仕事必要になりそうではあるが。よっしゃー、来やがったかオリビエさん。こちら巡洋艦カレーザスである。結社の構成員並びに両兵団は即刻戦闘を中止せよ。繰り返す。光の検証もゼロ駆動もいそうやな。どうしようかゲオルグ君。最強の援軍だね。よかった、これで。ゼノたちでも厳しいか。なんだ、さていかがしますか。よせ、何のつもりだ。あれは端末。甘く見ていたかシェラ君、すまない。悪いな。はい、女神よ、願わくば娘を。そこまでするかい。あれ、ジョルジュ君が。だから言っただろう、アンは死んだって。兄様たちは。女神よ、イリーナ会長、あやつが生きていたこと一体いつから気づいていた。最初からです。もともと何かある人だとは最初から思っていました。これでようやく全貌がつかめました。ハイアームズの若様、結界はしばらく持ちますのでお任せしてもよろしいでしょうか。構わないが、あなたはどこへ？スポンサーの要請を果たす必要がありまして。急げ、すぐに離陸する。イエス、コマンドー。来たか、魔女殿。すべてはミルディーヌ様の予測通りになってしまったな。北方戦役を貴族連合軍が引き受けた流れといい、あなたが第二に就任した仕込みといい、おじぎみとは比較にならない軽眼ぶりね。王子が消えた以上、残る差し手は彼女だけでしょう。王子や光の検証はもちろん、金髪の遊撃士さんも惜しい人たちを亡くしたわね。ああ、さらばです、シオ。しかし肝心のお姫様は未だ質にあるけど、お救いしなくていいのかしら？必要ないと仰せだ。こたびの盤面、最後まで見届けたいとのことでな。パンタグリエル、発進準備完了です。お二方。うむ。さて、行きましょうか。父上。ラウラさん、しっかりしろ。もう一度くらいやり合いたかったんだがな。せめて女神のもとへ。閣下、それに殿下もこれでよろしかったですかな。ああ。さらばです、兄上。問答無用の爆破テロか。両兵同士ならありだけどさ。そんなのって。アリサ、ラウラも。まずいな。リー、離れなさい。教官、僕たちのことは。さて、僕の出番かな。すまないね、黒ウサギ君。でも仕方がないんだ。部長、何やってんのよ。まさか。せめて苦しまないように。なくちゃ。え？守らなきゃ。リーンさんを、ユーナさん、クルトさんを、ユゼさんにアッシュさん、ミリアムさんに他のみんなも。これが彼女が手に入れたものだろう。ここまで感情が育つとは。来て、クラウソラス。ダメ、その障壁じゃ足止めにもならない。逃げろ、アルテラ。ミリアムちゃん、バカな、何を。くそ。ほう、どうして私の役目です。それは剣となるのもリンさんたちを守るのも。まあまあ、お姉ちゃんに任せときなって。スペック的には同等。ちゃんと役目は果たせるよ。役目なんかどうでもいい。リンにユーシス、アリサにフィーにラウラに院長、マキアスにエリオットにガイウス、さらにあーちゃんも。みんな守ってみせる。やめろ、ミリアム。やめてくれ。根源たる虚無の剣。疑心へのフィードバック。何あれ。第二形態。飲み込まれやがったか。戻せ。リン、気をしっかり持て。どうしてこんな。教官、今は後だ。消えた。どうなってるんだ。おい、今変な感じがしなかったか。ああ、何か黒いものが駆け抜けていったような。助かったのか。よかった。それにしたって指揮者、なんで俺たちがこんな目に。皇帝陛下も撃たれて、あのカレージャスまで。一体誰がこんなことを。ですが今回の件で再認識しました。今回の実行犯の背後にどのような国家が関わっていたのかを。カルバード共和国ベルヌ社製として、ここ数日100名近い共和国人が帝都に潜入していたことも判明しています。それが意味することは明白である。東の脅威カルバード共和国による宣戦布告であると。そうだ、皇太子殿下や宰相が言ってたじゃないか。カルバードの連中だ。ああ、全部奴らの仕業に違いない。どうしてこんなひどいことを。叩き潰せ。やられる前にエレボニアの誇りを踏みにじった奴らを許すな。おなんでよ。みんなどうして。これはわからぬ。だが何があったんだ。ランディさん、今のは。ああ、何かがあったのは間違いねえ。ウガットさん、大丈夫だ。何があってもお前のことは。始まったか。するとクロウは。もう後戻りでけへんな。ああ、我らの本懐とはいえ。私たち何に手を貸したんですの。わからぬ。だがこれがマスターの長きにわたる望み。決まっているじゃない。大いなる黄昏、つまり世界の終わりに手を貸したのさ。減塩計画の完遂と引き換えにね。最悪の事態になってしまったの。そちらはどう動くつもりじゃ。もはや事態は帝国だけにとどまらないでしょう。慎重に動く必要があります。世界を終わらせないためにも。アルティナは取り戻しました。だから聖獣か。ったく、このタイミングで思い出すとはな。7の鬼神か。クソったれな仕組みもあったもんだぜ。クロウ、あんた記憶が。仕方ねえ、付き合うか。是非もなしですか。来い、オルディーヌ。来な、ゼクトール。いでよ、アルブレオン。押さえとけよ。まだまだですか。壮観じゃないか。起きろ、テスタロッサ。この感覚だ。やっと手に入れたんだ、あの時の力を。でもか、うん、すごいけどちょっと違うかな。未熟者がミリアムも浮かばれぬわ。来るがいい、一瞬めるが。黒の鬼神、やっとお出ましか。あれがお前らのご主人ってわけか。ああ、その通りだ。いるじゃねえか、俺を圧倒してくれそうなのが。これで6期。残る1期はやはり一体何を。それでは始める年よ、リーン。世界を絶望で染め上げる暗き週末のおとぎ話を。